女皇系の像、キ化原本の差し絵、マテオリッチと女皇系女皇系数定6年10月7日は秋代末期の中国の歴数学者、有名なキリスト教徒、字は小崎、ゴーハゲン古、洗礼名はパウルス、上海の出身、博学多才であり、学問に先進し1597年の里見に主席で合格する、1599年に、 マテオ・リッチの名を聞いて、南京に行って、教えを受け、1603年2条案だろう者の手で、洗礼を受け、キリスト教徒となる。その後、真摯に求大し、管理委員初期津市となり、リッチとの交際が深まるとともに、いわゆる洋学の知識も広くなった。天文学、地理、物理、推理、歴数などについてのリッチのくじを翻訳、筆記、交換をした。特に、 ユークリッド言論を訳した、企化原本六巻が一番早く脱行したものである。また、ディエゴデパント派、七かつ七巻を表すのを助けた。1610年に、リッチが亡くなり、1623年に、レーブ右次郎に任命されたが、キー中堅派の里氏に弾劾されて、のに下る。1628年に再び召されて、左次郎に任命され、 少々に昇進する。当時、数定定が日食の観測を誤ったとして天文台の役人を罰しようとしたところ、助光計は、これは隠し系の歴法による誤りである。元の時代に、すでに日食があるべき時に日食にならなかったことがあった。今日、天文台の観測が誤っても怪しむに足らない。歴法を修正しなければならないのであると言った。 ミカドはこの言葉に従い、宣教師のニコロロンゴバルディとヨハンシュレックを召して、歴法を推算させ、女皇系に、その監督を命じた。1632年に、多くの歴史を検じ、翌年5月に、東拡大学史を兼ねて、数期に参与する。そして、大使、王の保物の位を加えられ、文円閣に列せられた。経済の際に富み、この知識を、 世のために用いようと志したが、終焉樹、温帯人などの先生により憲白することができず、そのまま用さ去る。日本にも大きな影響を与えた、農書、農政全書など、著書や翻訳書は多数であり、中でも有名なのが、イエズス会イアダム・シャールの協力によって刊行した、歴法書、数定歴書である。これには中国に実質的に初めて三角関数法を導入した。 ラミアビ国による1631年の測量前儀や東玉箱の大則と割縁8000票が収録された。彼は西洋の諸科学を輸入することに多くの功績を残したが、多方熱心なカトリック教徒であり、リッチやロンゴバルディの伝道事業を援助した。女皇系はカトリックの教えは儒教を補うものと考えており、そのため迫害をこうむらずに、 好意に上ることができた。ありがとうございます。